ディダク・ビラロー,セージ女は、スペインバルセロナ県出身のサッカー選手。RCD エスパニョール所属。ポジションは DF。RCD エスパニョール地元の CE マタローの下部組織を経て、10歳だった1999年に、RCD エスパニョールの下部組織に入団した。2008から09シーズンは、RCD エスパニョール B のメンバーとして、テルセーラディビシオンで優勝し、 セグンダーディビシオン B 昇格を果たした。マウリシオ・ポチェッキーの監督によってトップチームに招集され2010年1月30日のアスレティックビルバオ戦でプリメーラディビシオンデビューした。ベテランのダビド・ガルシアに代わってレギュラーに定着し2009から10シーズンはリーグ戦11試合に出場した。ハビ・マルケスやビクトル・ルイスなど下部組織出身の同世代の 選手たちの活躍もあり、11位でシーズンを終えた。負傷の影響で2010から11シーズンは、出遅れたが、再び、レギュラーポジションを獲得し、前半戦は13試合に出場した。AC ミラン2011年1月28日、イタリアセリエへの AC ミランに移籍した。2010から11シーズン最終節の、ウディネーゼカルチョ戦でデビューしたが、ジャンルカザンブロッタや、 ルカ・アントニーニの壁は厚く、この一試合の出場のみに終わった。2011年6月初旬、一年の期限付き遺跡で RCD s スパニオールに復帰。古巣では再びレギュラーとしてプレーした。2012年8月、バレンシア CF に買取オプション付きでのレンタル遺跡が発表され、本人も僕の目標はレンタル契約を完全契約に変えること。 このクラブで成長したいとコメントしていたが、その後のメディカルチェックで地骨に問題が見つかり、結局破断となる。2013年7月25日、レアルベティスにレンタル移籍。2014年8月26日、SD エバルにレンタル移籍。エックアテネ FC2015 年、エックアテネ FC に移籍した。 RCD s p a n o l 復帰二千十七年八月三十日、RCD s p a n o l に三年契約で復帰することが発表された。二千十一年に U-21 スペイン代表デビューし、同年六月にはデンマークで開催された u e f a u 二十一欧州選手権に出場した。ルイス・ミイージャ監督は、ホセ・アンヘルではなくディダクをレギュラーで起用し、全試合に フル出場して優勝に貢献した。大会後にはチームオブザトーナメントに選ばれた。ありがとうございます。